豊川市民族資料館は愛知県豊川市一宮町にあった郷土資料館。1974年に開館し、2018年3月31日をもって閉館した。ホイ群一宮町で発掘された資料や町に寄贈された民族資料などを保管、展示するために、1967年、一宮町立一宮東部小学校の2教室を用いて、 郷土資料室が設置された。より町民が見学しやすくするため、1974年に市宮町役場が新築された際に、建物の一角に市宮町郷土資料館が開館した。2006年2月1日に市宮市が豊川市に編入合併された際に、豊川市民族資料館に改称している。豊川市民族資料館は民族資料の収集、整理、 公開を目的とする施設であり、4000点を超える民族資料を収蔵している。養蚕関係用具、明治初年の宇治古札国府山をはじめとする三河ド人形、都市化神社の宮司でもある国学者、草門信孝の著作、祭典略祭文礼府、市宮町にあった史塾、宝山学校で使用された教本などがある。二回展示室には、完成年間に、 金沢町に建てられた釜屋式建物、佐久間屋の一部を一区復元している。かつて釜屋式建物は、豊川流域と天竜川流域に見られたが、現在はほとんど見かけられなくなった。ありがとうございます。